どうも、ご無沙汰です。岩田で試合があるんで遠征していきます。スケジュールをご覧ください。行きはですね、藤枝行った時と同じルートですね。中部まで飛んで、中部から浜松駅行きのバスが出てますんで、それで浜松に入ります。で、浜松からヤマハスタジアムの最寄り駅、御厨駅まで、確か4駅ぐらいだったんで、まあそういった感じで、現地に入りたいなと思ってます。で、帰りは、まあ、静岡空港から直行便出てますんで、それに乗って福岡戻るって言った感じですね。はい。まあ、岩田も4ポイントしか離れてないんで、まあ、どうにかね、勝って、下を引き離し、上に近づけるように、なればいいなと思いますんで、まあ、その後押しね、しっかりやっていければと思っております。まあ、動画の方ご覧いただければと思います。ご覧ください。
折り返せ、ホームで。